グレン・ウィリアム・ベル・ジュニアはアメリカの実業家である。メキシコ風、ファーストフードのチェーン店、タコベルの創業者として知られる。グレン・ベルは1923年、カリフォルニア州リンウッドで生まれた。世界恐慌の影響もあって、父親は仕事が続かず、ベルは飼育していた牛の父で、母親が作ったカッテージチーズを姉と売り歩いて、家計を助けた。 1935年、一家はサンバーナーディの郊外の山中に移ったが、ここでも生活は楽ではなかった。電気も通じず、2部屋しかない家で両親と6人兄弟が暮らし、農園の収穫で自給自足の生活を強いられた。現金収入は乏しく、学費の年出に苦しみながらも高校に進学した。夏季休暇には、ワシントン州の大場の家でパイを売り、 三千ドルの利益を得た。この体験が後に飲食業を志す契機となったという。卒業後、1942年から軍に加わり、翌年からは海兵隊の一員として、ヌメア屋がダルカナル、グアムなど太平洋の島々に赴いた。ヌメアの基地では食堂で働き、大量の軍人に食事を提供するシステムの一端に触れた。終戦後は、 中国勤務を経て、1946年に除退した。福音後すぐに結婚、鉄道会社の工員やガス会社の検診係として働いていたが、1948年3月、家財を売って資金を作り、サンバーナーディの市内にハンバーガー店を開店した。ベルテ作りの店舗は厨房に注文口を設けただけの簡易な構造で、 客が自ら注文口から注文する方式を採用した。当時はドライブインでもカーホップと呼ばれる給仕が来店客の車まで出向いて応対し、客は車に乗ったまま食事をするのが普通で、顧客には困惑もあったが、注文した料理がすぐに出てくることが認知されると、この方式は徐々に定着していった。市内でドライブインを経営する。 マクドナルド兄弟もベルの店を偵察に訪れた。兄弟の店は、後のファーストフードチェーン、マクドナルドの前身で、この年の末にカーホップを廃止、ベルの店同様、客が自ら注文口から注文する形式に店舗を改装した。ベルの店も軌道に乗り始めていたが、翌年長男が誕生すると、安定した食に就くよう妻に迫られ、店を売却した。 一度は妻に情報したものの、ベルは開業を諦めず、市内の別の場所で店を開いた。この頃になると、ファーストフード店という業態も浸透し、いずれハンバーガーだけでは、競争に勝てなくなると考えたベルは、ハンバーガーに代わる目玉商品を探していた。ベルは、近隣のメキシコ料理店で出していたタコスに着目。タコスで用いるトルティーヤはハンバーガーで言えば、 ファンに相当するものであるから、同様に、ファーストフードとして扱うことができるはずだと考えた。ベルは、トルティーヤ工場に近い土地に、新たな店を建て、事前に調理支具を詰めるばかりにした固めのタコス側を、開発し、ソースや調理台にも工夫を加えた。妻は、メキシコ料理は辛すぎて、売れるわけがない、とベルの計画を批判したが、1951年12月に、 タコスをメニューに加えると顕調な売れ行きを示し、翌年には店の利益で新居を立てた。しかし妻との仲は悪化し、ベールは店の権利を妻に渡して離婚した。離婚後、ベールはラスベガスへ向かう道路沿いの町、バーストーに移り、新たな店を構えた。ここでもハンバーガーよりタコスの方が売れたことから、ベールはメキシコ風。 ファーストフードの専門店を出そうと考えるようになった。バーストへの移転から間がなく資金に余裕のなかったベルは知人との共同出資で1954年サンバーナーディーノに専門店タコティアを出店した。開店にあたっては店名の入った帽子を無料で配布しマリアッチや踊り行動員して開店行事を盛り上げた。店は 最初の月だけで1万8000ドルの利益を上げ、ベルは渋る共同経営者を説得し、2点目を出展した。出展したレッドランズはロサンゼルスラムズのキャンプ地で、店は選手で賑わった。中には自分も店を出したいと持ちかけてくる選手もおり、ベルはフランチャイズで拡大しつつあったマクドナルドに習い、選手と組んで新たな店舗を開店した。 さらなる追加出店を目指していたが、出店戦略をめぐる意見の食い違いにより、ベルは店の権利を共同経営者に売り渡した。権利売却後もベルはタコティアの店名を使う権利は残していたが、契約により、サンバーナーディの周辺での競合店出店はできず、ロサンゼルス近郊のパサデナとロングビーチに用地を確保し、1957年、まずパサデナに出店した。 この頃、ベルは再婚し、子供が生まれたばかりであったが、妻は、協力的で、転居にも反対しなかった。しかし、パサデナの店舗は思ったほどの利益を上げず、ロングビーチの土地を活用することにしたものの、回転資金が不足していた。そこへ、レッドランズ時代に知り合ったラムズの選手で、前年に引退後出資を申し出てきた。フットボール人脈でさらに二人が加わり、打ち数とは、 ビング・クロスビーの息子であった。1958年、エルタコが開店した。後に、ウィルミントンにも出店し、経営は順調であったが、ベルは、利益も、意思決定もすべてが共同になってしまう状況を嫌い、店の権利を手放した。ベル時代の様式を保つウィスコンシン州王僧のテンポベルは再び資金を集め、1962年、ダウニーでタコベルを開店した。 資本金4000ドルで事業を法人化、転居と開店を繰り返し、その後2年でさらに8店舗を開店した。1964年からは、さらなる拡大のため、専門の担当者を雇って、フランチャイズ展開を図った。最初のフランチャイジーは、ロサンゼルスの景観で、飲食業の経験はなかった。フランチャイズ1号店の製品が展開の鍵となると、考えていたベルは、 ロサンゼルス郊外のトーランスに見つけた出店適地をこの景観にあてがい、開店の際には直営店同様の派手な開店行事を催して支援した。この景観は最初の月だけで1万ドル以上の利益を上げ、以降、フランチャイジー希望者は続々と集まった。タコベルは毎週新しい店舗が立つ勢いで拡大していったが、初期は急成長を支えるだけの組織は固まっておらず、 経営は不安定であった。マクドナルド兄弟は1961年にすでに事業を売却して引退しており、ベールも事業の売却を検討したこともあったという。しかしタコベルはその後も成長を続け、1966年にはアリゾナ州スコッツゲールに出展し、カリフォルニア州外に進出、1967年には100店舗を達成した。 企業としての体制も整い始め、1966年には、トーランスにフランチャイズ店向けの研修施設を併設したオフィスが建設された。1967年、ベルは別に社長や副社長を任命して、経営に当たらせ、自身は店舗拡大に注力することにし、同年に南東部における出店促進のため、フロリダに転居した。 新店舗開店時には採算を無視して派手な開店行事を主張し、経営幹部と対立することもあった。1969年、株式公開の際に株を売却し、100万ドルを得た。トゥオルミで使用されていた機関車大金を得たベルは、1970年に MGM が開催したオークションで映画撮影に使われた物品を買い漁った。 1974年には高級住宅地のランチョサンタフェにある邸宅に移った。1975年には北カリフォルニアのトゥオルミの製材工場で利用されていた狂気鉄道と周辺の土地を買収し、かつてのアメリカを追体験できる観光施設として一体の開発を始めた。その後の2年で数百万ドルを費やしたが計画は進まず。 さらに多くの投資が必要であることが判明した。一方タコベルは1977年時点で38の州に700以上の店舗を展開する企業に成長し、複数の食品会社がタコベルの買収を申し入れてきた。ベルはこのうちの一社であるペップシコによる買収を承認し、1978年タコベルはペップシコに買収された。 3200万ドル相当のペプシコ株を得たベルは、ドゥオルミに戻って、開発事業を継続した。この年の秋、鉄道はようやく一般公開にこぎつけたものの、開業したのは当初の構想の5%に過ぎず、翌年には売却した。1985年パーキンソン病と診断されたが、その後も活動は旺盛であった。ペプシコに売却された後、タコベルは屋根に、 金のある初期の店舗を辞め、メニューも拡充するなど、ベル時代の姿とは変質していった。しかし、ベルとタコベルとの関係は続き、1992年にハワイで行われた創立30周年記念行事には、プライベートジェットで招待された。この頃、サンディエゴ郊外に持っていた土地を、ベルガーデンズという名の農場に転用、公園として一般に開放した。公園は、 屋根のない客車を連ねた小鉄道も運行され、児童の人気を集めたが、2001年に別の団体に売却された。2010年、ランチョサンタフェの自宅で死亡。自宅は2015年に売りに出された。まだ、ファーストフードの概念がない時期から活動し、後に全米規模のファーストフードチェーンを築き上げたことから、ファーストフードの基礎を作った人物とも位置づけられる。 一方で、マクドナルド兄弟の作り上げた、ファーストフード店の運営方式を模倣したに、過ぎないとの票もある。高校時代からのベルの友人で、ベルに続いて、ハンバーガー店経営に参入したニール・ベーカーは、自分たちは、マクドナルドのやることは何でも真似たと語っている。電気はベルはまだ、ドライブイン携帯であった、時期のマクドナルド兄弟の店の常連客であり、開店を思いついたのも、 マクドナルドの駐車場であったこと、マクドナルド兄弟の事業展開を中止していたことには、くれつつも、給仕を置かず、着席サービスも提供しない店舗の解説ではベルが、先んじていたとしている。また、ファーストフードに向いたタコス側を考案したアメリカにおいて、タコスを普及させたものとして挙げられることもあるが、異論も多い。ベルは自らタコスの製法を考案したのではないとする。 主張もある。ベルが最初にタコスを出した店の向かいには1937年開店のメキシカンレストランがあり、タコスを売り物にしていた。この店の関係者によれば、ベルが何度も来店してタコスの製法を聞き出そうとしたため、こ負けした店主がベルを厨房に招き入れて製法を教えたという。また、 メキシコ出身者以外を対象としたタコスの店は1946年、すでに事例があり、模倣店が出るほど人気を集めていた。ベルは二度結婚した。最初の結婚は、戦後、事業を始める前の1947年で、相手は18歳の女性であった。最初の妻は、夫が安定した職に就くことを望んでおり、ベルの飲食店経営を心よく思っていなかった。 一難を設けたが、事業に没頭し、息子の誕生日にも家に帰ってこないベルとの間の溝は埋まらず、1953年に離婚した。最初の妻との間の息子は引き取った。1955年に、学校教師と再婚、数おかずめを設けた。なおシャーロック・ホームズのモデルとなった、スコットランドの医師、ジョセフ・ベルの子孫であるという主張があるが、根拠は不明である。 ジョセフ・ベルの一人息子であるベンジャミン・ベルは1893年に死んでいる。一方、グレン・ベルの父グレン・ベルシニアはアイオワ州の農家の出身で1978年に80歳で死亡と記録があることからベンジャミン・ベルの死後の生まれである。以下はベル自身への取材に基づいて書かれた伝記である。本校の記述は主に本書に従った。本校で単に 電気といった場合は本書を指す。このほか、以下の文献を参考にした。ありがとうございます。